お疲れちゃんスラットです。今日はですね、こちらのキョスケクローンフェニックスモンクバージョンやっていきたいと思います。というわけで、こちらアップデート前にね使ってましたキョスケクローンの、まあ、あの環境にゴリゴリ染めたやつですね。はい、もう今の環境ほんとフェニモンしかいないんですけど、まあそうですね、フェニモンに戦うにはフェニモンかなということでやっていきます。でモンクがですね、まあ、めちゃくちゃ強いとは今まあなってないんですけども、フェニックスが強すぎるんでね、モンクもめちゃくちゃ強くて、このクローンとのね組み合わせっていうのがね結構いいと思ってます。まあ、というのも、モンクのねスキルカウンター反射がやっぱ呪文も跳ね返せるので、まあ、主に跳ね返せるのはロケットファイボー矢の雨雪玉とかかな。ロケットファイボー矢の雨雪玉、まああとももしかしたらなんか跳ね返せるかもしれないんですけど、あウィザー基本的に飛んでくるもん跳ね返せます。なんでまあポイズンとかライトニングとかザップとかは跳ね返せないんですけども、なんだろう、クローンに対してやっぱねファイボとか矢の雨とかが、ね、飛んできやすいので、そこをこうモンクのスキルで跳ね返してしまえば、跳ね返してしまえばですよ、もう終わり。はい、グッドゲームなので全て残ります。このユニット大量あるところにモンク、そして反射をうまく使えれば、多分クローンが最強になれるんじゃないかなという考えですね。はい、なのでまあ相手がポイズンとかだったらね、まあまた難しいところなんですけども、まあ両サイド攻めたりね、はい、やっていこうかなと。でまあフェニックスもクローンかければ、言ったら卵が2個になる、2個になる、まあ死んだ時にね、はい、なるんで、まあまあまあ、いやめちゃくちゃいいやな、みんな。フェニックスクローンもまあ悪くはないかな、特別めちゃくちゃいいかって言われると難しいですけども、でまあこれ結局ウィザードで行かれるんで逆サイ行っちゃいます。サイ単体ならちょっと持ってねえかな。でちょっとこう突破したいっすね。間に合え、あーやっぱりやっぱりやっちまったよ。3コス捨てましたが結構デカめのダメージが入りましたね。さあ大体ホグ嫌な雨なので、あの嫌な雨も、ああマジで来るんかい、文句でね跳ね返せるよねっていう、しかも嫌な雨ファイボねっていう、そしてウィザードなのねということはマジで文句ゲーできます。皆さんマジ文句で全部ひっくり返せるな。あれさすがにでも相手も文句いると呪文打ってきにくいと思うんですけど、熱いぞ。リザードやナメファイブっしょ。もうすべて残りますよ、これ。全部固めちゃえばいいやろ。まあ、タイミングむずいですけどね。はい。やナメ来い。おっ、やナメ今カウンターしましたね。おっ、おお、来た来た来た、これ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 。カウンターしたのかどうかもちょっと一瞬怪しかったんですけど、あの、フェニックスのクローンが残ってたんでね。さあカウンター成功で矢の雨無効化で、ういー、はいズルです、これがイカチーマジでやべえなこれ。まあ、今回相手がねたまたま跳ね返しやすいファイボー矢の雨だったんで、こういうのがいいですね。そうで、まあどうだろう、キョスケの前にウィザードは行った方がいいかもね。ウィザードじゃない、文句か、その方がウィザードの攻撃とかも跳ね返せると思いますね。よし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 、いやしょっぱなから決められるとは思わなかった、ちょっと気持ちいいですね。さあなので逆に呪文使う場合も相手のところに文句いるとね、気をつけないと何も処理できないっていうパターンがあるんでね。さあこれどうしようかな、なんかどっちかにこうすぐ行っても面白そうだなと思ったんですけど、まあ、一旦これガールも多分処理できるっすね、この吹き矢もか。お、熱い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 、マジ熱い、いや強っ、いや、ウッドも跳ね返してる。え、ちょ、待って、待って、待って。え、え、ちょっと待って、ちょっと待って。今、スケ、ウッドは今、相手、どこに打ったんだ？スケバレに打ったのか。さすがに打ってるっすね。スケバレに打ったけど、文句が跳ね返したってことっすよね、多分。そんな理解で合ってる？あー、文句欲しいな。あれ？ちょっと。そう考えればもう文句マジ強えぞ、普通に普通に強えんすけどね、みんな知ってるんですよ、普通に強いんですよね、あの子。まあだがしかし、フェニックスで
そこまで言われてはない。わ、やばいなこれ。スケバレ文句もめっちゃ強いじゃん。いやマジで強すぎるぞ。全部跳ね返してたな今。いやーちょっと嫌。そしかも相手のねタワーの攻撃もカウンターできるので普通に攻めとしても優秀。これだってスケバレからのさ、スケバレ落下に絶対ウッド打ってくんで暗唱してしまえばこれで。いやー、あの位置だったら反射できないのか。さすがに今のは反射できなそうでしたね。お、前のめりプリンスでさ、フェニックスで頑張ってもらって、まあなんかフェニックスクローンはそこまでねめっちゃいいかって言われるとむずいんですけども、使っちゃうか。にょん、あーウッドは返せるですね。ウッドだけ返したのかさっき。でもスケバレ残ってたもんな、なんかマジでマジでようわからんさ。文句でマジぐっちゃぐちゃになっちゃうっすね。でもああやってなんかカウンターしてウッド系、ウッド系っていうのはなんだろう、処理できるの熱いっすよね。あのアウトローとか、さあでプリンセスもこれ跳ね返せるんで、こっち側をこうギア、ドゥーンカスドゥーン、ドゥンドゥンドゥーン、ああなんだお前、ティーン、ほい。さあ475がこの世で一番遠い。あ、ここに文句いればいいのか。いや、あんま意味ないか。一応あの固まってやるか。あ、出た、反射して、下手かなんかちょっと待ってよ、下すぎてたら文句。そう、まあ、ロケット圏内来ても文句出して反射の準備しとけばみたいな。適当に回して、ウッド2周が、おお、まあようわからんけど勝てそうっすねマジでいや文句なんかむずいな。考えれば多分いろんな使い方ができるんですよ。そう、いろんな使い方ができるからこそなんかこうようわからん感じになっちゃうですね。とりあえずそんな考えずに形組んで、クローン文句、クローン文句同時ぐらいに使えると多分ヤナメファイブとか結構呪文が来やすいので、あーずる。わーてかアリーナが上がってユニレベが上がってるわ、13だ。文句のユニレベは多分足りんすよ。うん、インフェとか、あ、インフェでした。いや熱い、これこれ神クローン決まったんじゃね。一応文句があそこにいる。うん、これプリンなんか来ねえかな。文句反射させたいっす。てか終わったんじゃね普通に。キョスケの爆破あって、あ、終わったっすね。ただただまあこれはスケバレクローンであのインフェ突破できたのが強いかな。まあボムだったらすごい3コス無駄だったんですけども、いやいいね。文句で本当はプリンセス吹き矢島もマジアジとかもぶっ飛ばしていきたいよね。いや完璧にカウンター反射させたい。さあ文句いるとちょっとクローンも怖いっすね、相手にするのが。
文句言うと呪文打てないってなっちゃうさ。呪文打てないやべえか。遅延スケラのフェニモンバージョンかな。いるっすね。遅延スケラのフェニックス、結構強いらしいっすね。昨日焼き鳥とフレボとして負けたっすね。遅延スケラフェニックス。焼き鳥に負けたんじゃないっすけど。フェニックス、焼き鳥に負けました。いで、いで、ちょ、待って、マジ強い。いや、文句いれば扱ったけど、これワンチャンさ、壊せねえかな。にゃーもう、1個手前で壊れてたら扱ったな、スケバレ落下前に。これ、お鳥は鳥に使わないと。鳥、卵を産むと思ったんですけど、もう産んだ後だったんですね。こうやって新しい卵が生まれると思うんで、ギャング追加が鳥生まれる？おい強っマジでいや 80% で耐えてる。いやマジ、ただただフェニックスが強えな。これクローン今だって打ったっけ、覚えてねえな。もしかしたら打ってないっす。あー諦めたっすね。はい、遅延スケラでそれは無理ですよーの。まあさすがに、あマジで、あの本当にセンスない。おい、まあ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 勝ったんでいいでしょう。マジでキョスケフェニックス、まあ何フェニックスってもだな、なんかの後ろにフェニックス入れるだけで強いで、それがやっぱ何回もあれば強いので、なんだろうな、やっぱ高回転目のこういうフェニックスが強いですね。今だとなんかゴレフェニックスとかも、いやめちゃくちゃ強そうなんですけど、やっぱゴレフェニックス作れる機会がやっぱ少ないじゃないですか。そうするとフェニックスの輝く場面も少ないので、まあ、でなんかいっぱいね、もうフェニックスできれば強いよなっていう、ただただそんだけ。これクローン一応構えます、トレーニーだったら。お、これ、文句でカウンターできますよ。ボーラーをね。で、相手のタワーにダメージ与えるとかもできたんです。文句、ああ文句言いかれた。なんかいろいろ言いかれてる。ちょっと待って、いろいろ言いかれちゃったんですけど、トレネ使ったっすね。フリーズのコストはねえだろ。いけこれ、これバグの2個入ったらさ、あ強いで、これフェニックスいかれても卵生まれるよねと。でトレネードはないので、この文字熱いと卵が、いやにゃー、生まれよろや、そこは。いや、今、だって生まれてたら、普通に2000ぐらいまで行ってたな。結構痛めの、痛めだな。これ文句、今回、いらないっすね、マジ。イタリニット次第では。見らねえな。うん。まあ、ボーラーの石を跳ね返せるだけかな。跳ね返せるけど、みたいな。マジライダーとか跳ね返せないんだよ。まあランバー使ってるんで、ここはまだ耐えれる。あんま同歳ずっとやりたくないっすね、僕。いやーマジで、ちょっと待てよ。左に展開していきたいですね。トルネードのね、反射とかもないので、いやー熱い。あっちにコスト使わして、運営して、卵生まれてくれました。
うわー、デイケー間に合ってる。フェニックス行け、フェニックス行け、タギがフェニックスに行ってる。熱い熱い熱い。なんだこれさ、めちゅんこおしゃれカウンターみたいな。さあこれタワーの攻撃を普通にカウンターします。結構デカめのちまちま入ってます。いやフェニックスでライトローとかしたい。うわーやべー、えぐいカウンターきそう。まあまあ、いやさすがに熱いぞ。真ん中文句でタワーのターゲット取れれば俺反射で勝てね。反射で、おい、なんともシュールだね。いやー文句、まあ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 、確実にこの間のタワーのダメージを削れるっていう面ではね、相手陣地まで入れればねちょっと熱い。いやー怖かったなー、でも怖いが結局マジでフェニックスが卵から蘇れるかどうかに結構かかってるっすね。そこ復活できるだけで流れやっぱ変わったっすね。さあこれちょっとうざそうな、なんかマジで立ち回りめっちゃチンパンになるんですけど、なんか本当にこれがこれで勝てちゃうからなんかねこうなっちゃうんですよね。これで勝てなかったらこんな立ち回りしないんですけど、これで勝てちゃうからなんか普通にこんな立ち回りでやってる。一応トイレタイムしとくか。打ってこい。いや今とかでこれ打ってきたら爆発かったっすよね。跳ね返して、あー惜しい、やらんなったのか。でもこれしたら取れね。コスト使ったらフェニックスいけるっすね。うん、ちょっと稼っか。いやちょっとすぎたな、いらんな絶対。さあちょっとあのマジであの1個前の文句やりごぶ3体ぐらい、あれウッドとか絶対来るっすよ。うん、あれマジでな、タイミング合えばよかったな、最強になれてた。だから呪文とか反射されるカードで対応しないっていうのを文句がいると意識しないといけないですね。まあ不意に出てくるパターンもあるっすけど、うん、三重四横に文句出てきて、やべ、ファイブ打ったのにみたいな。気をつけないでいかれちゃうっす。ここがすごいね。巨好き死ぬと。お前ほんまかそのガゴ。知らんぞ。ああ、でも結構残んだな。さすがに守るか。あ、やべ、さすがに守るかが。やべ。あ、もういいや。一応反射があるっすね、これウィザードの反射。うい、ウィザードに、ウィザードが死んでく。おー、いいね、これ格上チンパンウィザード皆さん仕分けますよ。さあ一発かましたいっすね、文句の反射で。結構前の方にいないといけないのかな、キョスケの、キョスケよりも前みたいな。絶対ギャングでよかった。うん、さあスケキンドリルか。おお、高めの引きやだ。わあ、え、えら、あの子えらすぎるな。さあ相手の呪文はウッドと、あーこれ今ギャング出してさ、ウッド誘いましたよの反射でしたね、間違いなく。あーこれめんどくさいな、ちょっとギャングなんかあるな、ファイブなのか。いやーキョスケ残ってフキアやってくんねえかな。いやーいい、フキアやれそう。さあ、高回転ドリル
ウォールブレイカー、ウッド、ウッドっすね。ウッドを跳ね返すぞ、マジで。ファイローも跳ね返すぞ、マジ。門から入るから。さあ、こういう相手だとめちゃくちゃ輝きそう。吹き矢も相手これ出せないですもんね。あー、ロケだったのか。そんな跳ね返す反射神経はありません。うん、ロケだとまたなんか変わってきそうだな、相手の中身が。じゃあロケ使ったから、あの一回チンパンします。うん、これ多分あんま考えないでいけそうだな。あーはー、ロケット打ってなんか、ウッド跳ね返す。いや全然全然全然、え、俺とか思ってる通りにできないむずいなちょっと。思ってる通りにかん、あ、ここここここ、あー使ったか、むずっマジで。でもこれウッドが、いやウッドも使ってくれないのか。おい、スモッとしてたらという感じの、むずいね、めちゃめちゃむずい文句。刺さればおもろい。さあ、というわけでこちらのね、キョスケフェニモンクローン、いやなんか使えそうではあったね。全然まあキョスケクローン自体は強いと思うんですけど、まあ文句でどうなるかちょっと皆さんもねやってみてください。よければちゃんと動画もお願いします。ではお疲れ様でした。またね。